むずい。はい、こんにちは。こんにちは。ノリブ、ヤスでーす。で、隣が、リュウセイくんです。何歳だっけ ?18 歳です。18、おー、若い。高校3年生か。3年生です。冬休みだね。今、冬休み入りました。はい。イケイケのスノーボーダー。まあ、いつからだっけ、小学校から知ってる、ね、小6。小6ぐらいか、初めて会ったの。で、今日は、まあ、リュウセイは初滑り、なんですけど、ここはシャルマン日内スキー場、新潟のスキー場に来てます。イエーイ、楽しい。まだ1本しか滑ってないね。どうすか1本目の状況は。そうですね、まあちょっと雪新設のとこ重たいですけど、うん、まあそれなりに雪もあって思ったよりあったかな。そうですね、最初下の方全然なくてちょっと不安だったよねこれあるんか雪みたいな。ということで、今日はちょっとまあ初滑りなんで流星は、まあ、鳴らしながらちょっとコース状況とできればなんかチャレンジしたいよねですね、うん、じゃあ流星今日は何やる。今日は地形でなんかやるか。そうですね、地形でバチッとジャンプとかジャンプとかやっていきましょう。じゃあお願いします。お願いします。はい、このスリーとかラクサを使ってやれそうですね。Ha ha.
んや。いいね。じゃあ流星の滑りを一本移動してみます。ナイス。いい。おお、流星やばかったね。いや、気持ちよかったっすね。いや、最高でした。完璧だった。イエーナイス。面白いね、シャルは。面白いですね。結構飛べるとこいっぱいあるよね。そうですね。さっきもあの立ち上げのディープとかもある。あそこちょっと飛びすぎた。そうですね。飛びすぎたんですけど、まあここでまあヤスさんならやってくれるんじゃないかと。はいはいはい。やっちゃいます。出しますよ今日。ちょっと見せてもらいたいですね。やっぱり新入部員としてよし、見とけ先輩の姿を。よし、やりますよ。部長、立ちましたね。立った。そこでやられたけど。ねえ。やるんすか、流星さん。やっちゃいます。お、フロントフリップチャレンジ。さっきのフロントフリップ、もう全然ダメ。あ、お手本見せるから。さすが部長。かっこいいっす。あ、一応言っとくけど、あのうちの部縦回転強制じゃないからね。なるほど。いきます。これは振りですね。あれあれ、部長部長、ここダメだね。いやー、流星決めたね、最後。いや、立っちゃいましたね。とりあえずとりあえず。OK でしょ。ナイス。いやー、結構滑ったね。いや、結構滑りましたね。結構滑ったね。もう今1時近く、11時ぐらいかな。はい、で滑り倒しました、ね。うん、結構、まあ上だけだけど、あの地形でジャンプしたり、あのまあ端のちょっと柔らかいところ行ったり、
まあ、結構楽しめたんじゃないかなっていうね。地形が面白かった。地形おもろいっしょ。え、シャルマ初めてだっけ。シャルマ初めて。ああ、また配信で行きましょう。じゃあ、皆さんもぜひお近くの方はシャルマン樋口滑りに来てみてください。ではでは